大列車強盗は1903年にアメリカで制作、公開されたサイレント映画である。トーマス・アルバイジソン率いるエジソン社が制作した作品で、監督、制作、撮影は、エドウィン・エス・ポーターが務めた。世界初の西部劇映画と呼ばれ、アメリカ映画では初めてと言える、本格的なプロットを持った作品である。一部に着色が施されたバージョンも存在する。 メディアを再生する大列車高等の動画当時の映画はワンシーンワンショット撮影が主流でカメラも固定されていたこの作品もワンシーンワンショットで撮られ14シーンで構成されているもののロケーション撮影や縦の構図の利用平行描写パン撮影などといった映画技術が使われ映画独特の技法を使って表現した最初の映画の一つとなった現代では アメリカ映画の古典と呼ばれて映画史的に高く評価されており、1990年にアメリカ国立フィルム登録簿に登録された。1903年12月1日に公開され大ヒットした。これを機にニッケルオデオンと呼ばれる5セントとの入場料で見られる常設映画館が多く作られていった。ニッケルオデオン第一号である。 ペンシルベニア州の映画館が開館した時のコケラ落としの上映作品がこの大列車強盗であった。この映画では強盗の男が観客に向けて発砲するラストシーンが有名である。エジソン社のカタログにはこのシーンを映画の冒頭にも最後にもつけることができると書かれていたという。この作品は前編円形からのショットで描かれているが、 このシーンだけ男の姿をクローズアップで映し出している。本作は世界初の西部劇映画と呼ばれているが、近年では異論がある。そのゆえんはそもそもこの作品が西部劇ではないということ、この映画の前にもキットカーソン、パイオニアーズといった西部劇が作られていたということなどである。しかし、この作品では西部劇の基本であるカウボーイ、拳銃、 馬などが登場しており、西部劇では欠かせない列車強盗を題材にしている。また、この作品以前に作られていたという西部劇作品は現存していないため、この作品は初の西部劇、または西部劇の元祖として認知されている。公開当時のポスター監督のエドウィン・エスポーターは2年後の1905年にパロディ映画ザルトルトレイン・ロブリーを制作している。 出演者がすべて子供で、強盗に遭う列車も見に帰還者となっている。ありがとうございます。